ハロー YouTube にハオヨーコアリンチです。今日もね、日中をまたにかけた野菜の名前がよくわからないバイリンガルの僕がですね、皆様に中華ニュースをお届けしようと思います。僕ね、一般的にね、野菜ってね、適当にサラダ、とか買ってくるだけなんで、よくわかんないんですよね。まあ、適当にキャベツとか人参とかね、そのぐらいしかね、普段は食べないんでね。もちろんね、レストランとか行ってね、なんか出てきたら、普通に食べるんですけども、特にね、この野菜が食べたいなと思ってね、食べないんでね。ちなみに、2、3日に1回ぐらいね、ビタミン剤、1個、飲んでます。今回のね、中華ニュースなんですけども、これはですね、陕西、油林ということで、陝西省かな、陝西省の、油林って、そのままでいいと思うんですけども、っていう場所でですね、小さな、中国国内でね、よく見る、その野菜の市場があるじゃないですか。野菜の市場ね、それでそこにね、個人で、夫婦でやってるようなね、野菜のショップがあってですね、そこでですね、芹菜と呼ばれている野菜をね、売っていたところ、そこのね、検査官の人が来てですね、これ検査しますからね、つって、持って行ったらしいんですよね。そしたら、1ヶ月後、あなたの、芹菜、はですね、ちょっと、農薬の量がね、多すぎましたということで、それでですね、1ヶ月後ですよ。それでね、この、芹菜をですね、この野菜をですね、どこで、仕入れたか、証明書を出してくださいと。要は、領収書とかレシートとかね、そういったものを出してくださいと、いうことでですね、それでもちろんね、こんな小さなショップなんでね、しかもね、わずか、5斤。5斤っていうと、大体数百グラムのね、2.5 キログラムか、2.5 キログラムの、野菜なので、そんなもん持ってないわけなんですよ。残してないわけなんですよね。それで持ってませんでしたね。あなた、違反です。ということで、6.6 万元の、罰金を課されたということでね、6.6 万元っていうと、大体日本円でね、120万円ですよ。120万円ですよ。だいたいこんなね、芹菜なんていう、こういう野菜ね、ここに書いてあるには、20元ぐらいで売ってたんですよね。20元で売ってたこの野菜をですね、に対して、その農薬がね、多すぎると、ちょっと多すぎるということでね、それで120万円の、罰金を課したと。そういうね、これね、中国の、CCTV 中央電視台でね、やっているね、ニュースなんですよね。これはひどすぎるだ。だろうと、いうことでね。もしね、これ農薬をね、本当に本気で気にしているんだったら、もちろんね、農薬っていうのはね、そう簡単にね、洗って、食ってる分にはね、そう簡単にね、人体に悪影響を起こすこともそんなにないんですけども、もちろんね、農薬の、種類とかね、寄ったりもするんですけども、なんていうのかな、きちんと洗ってきちんと処理してればね、そこまで体、人体に悪影響を与えるもんでもないんですよね。これ塩と同じで、醤油と同じですよ。飲んだら体に悪いんだけど、ちょっとぐらいね、どうってことないっていうものなんですけども、それでもね、本気でね、この農薬というものを、気にするのであれば、だからその場でなんかやらなくちゃいけないですよね。で、これ検査しておそらく数時間でね、結果が出る、ものなんで、そうすればいいんですけども、わざわざ1ヶ月待つんですよね。おそらくは、この、あれが、そのレシートがね、領収書がなくなるまで、消えるまでに1ヶ月待ったんじゃないかって、言われてるんですよね。で、この検査官の、人がですね、検査官の上司の人がですね、きちんと中央電視台の、インタビューに答えたんですよね。確かに、これはね、やりすぎましたと、いうことでね、一応謝罪っぽい。認めてるんですよね。謝罪というよりはね。認めてるということでね。こういったことがね、2021年にね、起こっていたということで、このね、ショップの、夫婦がね、訴え出ていたと
いう話なんですけどもね、もちろんね、まあこれが、なんでこういったことがね、起こってるかっていうとですね、最近ね、中国国内、まあ公的機関がね、お金が、なくなってきたということで、まああらゆる場所でですね、まあどっかで罰金取れないかということでね、探してるんですよね。なんでお金がね、なくなってきたかっていうと、まずですね、家という漢字は、屋根の下の豚って書くんですけども、これはですね、中国国内でマンションを買うやつは豚という意味でですね、中国国内、ではですね、恋愛感情を持たない中華メス豚というのが9割を占めていて、オス豚のマンションと、後輩と繁殖の権利をトレードするといったシステムを、確立していたんですよね。まあ、それでマンションの価格、暴騰していて、そのマンション価格の、7割ぐらいがね、何らかの形で、その地方政府の財源になっていたんですよね。で、それで、このね、豚さんたち、もう限界が来てですね、豚さんたちからね、ラードを絞れなくなってきたということでね、まあ、お金、誰もね、マンションをね、買わなくなってきたということでね、最近はね、公務員に、なんていうの、新卒の公務員にですね、マンション売ってこいと、マンションを、売ってこないと、お前の評価に関わるぞと、そういったことをね、やっている、わけなんですよね。まあ、で、お金がなくなってきて、まあ、あらゆるところでね、その罰金。で、最近ね、ほら、シートベルトあるじゃないですか。シートベルトの、まあ、後部座席とか、シートベルトしてなかったと。以前はですね、実はね、中国シートベルトほとんど何も言われなかったんですよ。ほとんど 何も言われなくて、もうタクシーの運転手も気にしないと、いう感じだったんですけども、まあ、ここに来てね、もう本当に監視厳しくなって、まあ、お金取れるんですよね、これね、シートベルトのどうのこうのでね、やるとね、まあ、そうやってね、どんどん締め付けていってね、まあ、お金取っていこうみたいなね、感じなんですけども、まあ、あとはね、電動バイクとかね、まあ、新しいルール作ってね、電動バイクにですね、ペダルついていないといけないと、いうようなね、ルールを作ったわけなんですよね。そしたらですね、これまでの数億台の、電動バイクというのは全部違法になってしまうんですよね。それで買い替えするかね、どうするか、まあ、取り上げるか、どっちかをね、されてしまうわけなんですよね。それで、まあ、あらゆるところで罰金取ってるんですけども、それと同時にですね、なんていうかね、これ事業編ってなんていうのかな、まあ公務員ではないんですけども、ちょっと公務員に近いような職業、みたいな、ティエファンワンということで、要は安定した職業と、まあ、鉄のお椀ということで、安定した職業と考えられていた職業がですね、日本で言うとどうなのかっていうと、まあ、給食のおばちゃんとかね、多分、水道局の人とか、まあ、あとはですね、その、なんていうのかな、公的機関の、自動車のね、運転手とか、そういったね、職業があったんですよ。まあ、とりあえず仕事安定してるよ、というところをですね、ガンガン、民営化、まあ、リストラして、まあ、その行政機関を辞めてね、民営化という方向性にね、動いてるんですよね。民営化というのはですね、まあ、ある程度やっていくっていうのはね、僕はね、いいことだと思うんですよね。まあ、その業種によるんですけどもね、あんまり民営化すると、安定しなくなるものっていうのはやっぱあるんでね。まあ、その業種によっては別に民営化しても、まあ、それは当然だと。ちゃんとね、利益を考えて、やっていくべきだということで、いいと思うんですけども、まあ、だから、ギリギリになって、やってきてるんですよね、そういうこと。まあ、だから、その地方政府の財政収入が足りなくなってきたと。そこで、この部門は、まあ、まあ、いらないよと。いうところでね、まあ、今までね、その部分からね、その部分をね、監督していることで、ある程度のね、収入を得てきていたわけなんですけども、そもそもね、そこに、流すお金がね、そのものがなくなってきたと。不動、マンションのね、にかかる税金そのものがね、取れなくなってきたということで、今ね、厳しい状態になっているようですね。はい、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再見。